流暢な日本語。お茶っ葉が切れたので通学で使う駅で買っていくことに。そこの駅は百貨店とかお店があるでかい駅です。カフェとかパン屋がずらっと軒を連ねてる区画からいつもお茶のいい匂いがするんで、そこに行ってみようということに。ホーム内にある売店をもうちょい小さくした感じのお店に日本茶が並んでて、どれにしようか並んでいたら、いらっしゃいませと中から自分より頭 1.5 個分くらい大きい白人の男性が、今まで外国の方の接客なんてコンビニかレストランくらいだったのでかなりビビってしまいました。どのようなものをお探しですかと流暢な日本語で言われたので、渋みの強いものを。それならこちらのお茶が甘い中に渋みがあり美味しいですよと、味や美味しい入れ方を教えてもらいました。俺らわかるから。ベルギー移住のいとこが帰ってきたんでネタを聞き出してみた。一番インパクトあったのは日本語で、どうせ意味わかんねえだろうと向こうで大声で喋ったら、俺らわかるからとバリバリ現地人のおっちゃんらに話しかけられたことだそうだ。かなりいかついおっちゃんでヤバげだったんで、いとこ二人揃って震え上がったんだとか。話してみたらいい人だったらしい。それからは日本語で喋るときも警戒してるらしい。